ご紹介しました通り、今日タイガース先発は地元凱旋登板となりました森木です。まず村松をセンターフライ、その後樋口を空振り三振に打ち切ります。初回は無失点で切り抜けました森木です。その裏、今日先発ドラゴンズは根尾でした。フォアボールのランナーを一塁に置いて打席には井上、素晴らしい当たりでした。レフトフェンスを軽々と越えていくツーランホームラン。井上のファーム第9号のツーランホームランでタイガースが2点先制します。2回のドラゴンズです。この回は浜が追い込まれながらもライトの前に運んでいきます。これがドラゴンズのチーム初ヒット。その浜が次のバッターの初球にすぐさま盗塁、ここはいいところを見せました。大野翔太フォアボールでツーアウト二塁一塁となって山浅ですが、ここは森木が投げ勝ちました。山浅を空振り三振に打ち取って2回のピンチ森木は切り抜けます。その裏です。デッドボールのランナーいつもが塁に出たところで中川エンドランをかけていましたが三塁線を破っていきました。いつもは一気にホームに帰ってきました。これでタイガースが追加点3対0とします。3回です。ドラゴンズ先頭の村松、これはいい当たりでした。左中間を破るスリーベースヒット。ドラゴンズノーアウト三塁のチャンスを作ります。この後ワンアウトとなった後こういうシーンがあったんですが、その帰ってきたボールが中川にすぐさま収まって村松が挟まれるというプレーもありました。3回ドラゴンズは無得点でした。その裏、ここにワイルドピッチが出ました。タイガースこの回ノーヒットで1点を追加します。4対0とします。5回です。ドラゴンズの攻撃、ヒットデッドボールフォアボールでランナー満塁となります。ここで鵜飼のところで森木にワイルドピッチが出ました。ドラゴンズが1点を返します。その鵜飼はショートゴロ、この間に三塁ランナーが帰ってきます。ドラゴンズもう1点返します。これで4対2とします。ただ後続は打ち取ってドラゴンズこの回は2点でした。5回の裏、ネオは4回から立ち直ってこの問いを見逃しの三振。
その後フォアボール2つでツーアウト1塁2塁となりますが、井上は内角の球サードゴロに打ち取りました。6回表のドラゴンズです。ノーアウトランナー1塁、ただ大野翔太がここは内野ゴロ、4得3のダブルプレーに打ち取られます。この回からマウンドに上がった川原が無失点で切り抜けました。6回の裏、根尾は続投です。野口のところで左中間へ大きなホームランが飛び出しました。野口のファーム第6号のソロホームラン、これでタイガースが1点追加します。ただ後続は根尾打ち取りました。根尾は今日フォアボールも多く苦しいピッチングだったんですが、6回5失点という内容でした。8回です。この回は梶谷が素晴らしいピッチングを見せました。まず堂上をショートゴロ、そして浜に続いて大野翔太も空振り三振。梶谷が8回を3人で締めました。そして9回は小林、この小林も素晴らしいピッチング、ドラゴンズ打線を3人で三者凡退で打ち取って試合終了、5対2で阪神タイガースが中日ドラゴンズを下したという試合でした。